いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。女優の五木あやめさんと前澤友作さんが破局していたことが12日判明。五木さんの所属事務所が事実ですと認めているとのことです。記事はスポニチアネックスさんからの抜粋。関係者は数ヶ月前から互いの気持ちが冷めていたのは事実、一時は修復したものの今月頭には別れていたと話した。二人の知人は破局原因について前澤さんの女遊びと聞いています。変わらない姿に五木さんが愛想を尽かした、結婚はしていないし慰謝料もないと明かした。事務所側は破局時期や原因に関してはプライベートは本人に任せていますと明らかにしていないということなんですけれども、これ五木さん正解ですよね。正しい判断だと思います。前澤さんって仕事はできる人だと思うんですが、一人の女性を幸せにできるタイプの人ではないですよね。破局原因を聞いても、まあそうだろうなって思ってしまうところがありますよね。五木さんかなり入れ込んでいて仕事にも悪影響が出ていたようですし、これで目が覚めたんじゃないでしょうか。来年早々に舞台出演が決まっているそうですが、今回の件も一つの肥やしにして成功させてほしいと思います。今回の件、皆様はどのようにお感じになりましたでしょうか。ぜひコメント欄よりご意見ご感想をお聞かせください。動画に対するグッドバッド評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後まで動画をご視聴くださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。それでは。